5万とか10万って書かれていて、行ったら、はいはい、まあ、実際100万ぐらい請求されてみたいな。なるほど。ローンした時の最安値とかなので、あ、すぐ OK するんじゃなくて一旦ちゃんと勇気を出して持ち帰るっていう、うんうん、医者が解説、包茎手術の闇とトラブルについて。包茎は分かりますか？もちろん、もちろん、はい、分かります。まあ、申請と火星がありますね。あ、はい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 、さすがです。はい、まあ、包茎のお話もね、結構何回もね、うんうん、してると思うんですけど、まあ、あの、まあ、包茎の治療、やっぱりこう手術っていうことになってくるんですけど、はい、包茎手術で結構そのぼったくりじゃないけど、うん、そうい こうトラブルみたいなのが増えてるらしくて、まあ、その警鐘を鳴らすという意味でも、うんうん、ちょっとこのチャンネルで発信しようかなと。はい、包茎手術をその受けに行った時に、そのうちらもさ、美容で働いてるからだけどさ、はいはいはい、結構そのカウンセリングとかしたりとかで、はい、あの、もちろんこう変なことはもちろんしないし、うん、普通にこうおすすめの治療をして、うん、まあ、自費診療だったりするからちょっと値段が高いのもあるけど、うん、ホームページとか見てなんか5万とか10万って書かれていて、行ったら、はいはい、まあ、実際100万ぐらい請求されてみたいな。なるほど。なんかそういうのがトラブルになってるらしいんですよ。値段的なところでっていうところですね。値段的なところがまず1個だね。うんうんうん、でカウンセラーの方ってさ、うん、まあ、医者じゃないこと全然あるじゃん、それは、はい、まあ、それは結構普通だったりするけど、でその後にお医者さんの診察も全くなく、うん、いきなり手術になって、うんうん、その時にやっと対面するみたいな、うんうんうん、なんかそういうクリニックとかが増えてて、うん、なんか相談があるみたいな。本当に手術自体、うんうん、その技術量はそれなんだけど、うんうん、麻酔とか、そうね、そうね、カウンセリング量とか、うんうん、アフターケアの物品とかが、はいはいはい、なんか最初とりあえず全部込み込みでこう出されるんですよね。それは あるよ ね、 ありますよね。それはね、すごい分かる。それはなんか本当に疑問に思ったことはどんどん聞いて、確かに確かに、ちゃんと自分で削っていかないと、うん、そうね、そうそうそう、値段に関しては本当に、そうそうそう、そうなんだよ。アフターケアとか、うん、それを全部買っていただく、セットにしていただいたら、うんうん、最高の治療、うんうん、とサービスをご提供できます、分かる分かる、っていう意思のもと見積もりというか、それを作ってはいるんですけど、まあ、本当に必要かどうかっていうのはやっぱ自己判断になるというか、そういうことになるね、うん、確かにその初診料がこう載せられてるとか、はいはい、ああいうのってやっぱり最安値がさ、ホームページに載ってるじゃん、はい、でそれってそのローンした時の最安値とかなんだ。あー、確かに、ちっちゃく1ヶ月のそう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 あたりみたいなのありますよね。あ、何回払いのあたり、うん、本当にずるいと思う、あれは、うんうん、法律的には問題ないのかもしれないけど1ヶ月で払うお金は本当にそれだけど、うん、トータルで見るとやっぱりその金利がかかってくるから、うん、そのローン会社に支払ってるお金みたいな、だからそれは本当に気をつけた方がいい気がする。でそのただ包茎のこの手術にすると、まあ、クリニックで10万ぐらいの手術を、はい、まあ、受けたいっていうのを伝えたら、うん、やっぱりその安い手術だとちょっと仕上がりが良くないから、うん、こっちの方がおすすめですよって言われて、うん、こう80万円の契約を、まあ、知らず知らずにこうしてしまって即日手術になったりとか、結構そのやり方的にもこれも全部入って書いてくださいねって、うん、もうなんか仲間こう強引に言われてついつい契約してしまったみたいな、やっぱりそういうのだとそれはどうかなっていう、うん、例えば美容で進める時も絶対そんな言い方しないじゃん、当たり前だけど、まあ、はいはい、デリケートな場所だったりちょっと羞恥心が伴う場所じゃないですか、うん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 、でやっぱりそんなにこう知識がね、悩んでる方がこうすごいあるわけじゃないので、うん、断りづらいっていうのもきっと確かに、ね、はいるのかもしれないですね。あとは包茎手術でその包茎を治すプラス、うん、増大手術、うん、陰茎をこう大きくする手術、うん、はいはいはい、でヒアルロン酸とかも入れた方がいいですよみたいな、うんうんうん、ヒアルロン酸入れてこう大きくしないとまたすぐこう皮がかぶっちゃいますよみたいな、はいはいはい、そういうのをこう勧められて、あ、そうなのかなみたいな感じで思って、うん、それでこう OK を出してしまって、うん、まあ、それが15万円ぐらいしますとか、プラスで、そうそうそう、でさらに良くないのがこう15万円ぐらいよりもっとこう高いのさらに勧められて、最終的に200万円ぐらいになってしまうとか、で一応その包茎の手術っていうのは、まあ、余っているっていうか、その余分なこの包皮、うん、皮っていうのをまあ切ってっていう感じになるんですけど、まあ、基本的にそのヒアルロン酸を注射するとか、うん、そういうのって必要ないので、うんうん、それを言われたら、あ、これはちょっとその騙しに来てるというか、うん、ちょっとぼったくるっていうか、うん、
なんか過剰な治療を進めてるんだなって思うようにした方がいいと思います。そうですね、ちょっとアップセル狙いですね、なんて。そう、もちろん それが目的で来てる人っていうのは全然そういう治療もあるし、うんうん、その全くやってない治療をしてるっていうよりかは多分そのかましてきてるというか、うん、プラスをこうどんどんやってきてるっていう感じだと思うので、まあ、でも悪徳は悪徳なような気はするので、そういう時はこうここはダメかなっていう、すぐ OK するんじゃなくて一旦ちゃんと勇気を出して持ち帰るっていう、うんうん、それを検討した方がいいかなと。ちょっと火星法系が適用になるか分かんないんですけど、うんうん、新生法系の場合普通に保険診療で、うん、そうだね、できますので。確かに確かに、私も立ち会ったっていうか機械出ししたことあるので。ああ、そうか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 、はい、もうね、経験者というか、はい、人が言ってますから、はい、ご安心ください。だからそういうさ、その知識がないっていう人もいるかもしれないもんね、うん、どこにこうかかればいいか分かんないっていうことも中にはあると思うんですけど、うんうんうん、全然泌尿器科で大丈夫。そうだよね、うん、なんとなくこう新生包茎手術って検索した場合に、もしかしたらその地平のクリニックがね、うん、多分こうアップ一番上に出てクリーンヒット、うん、ヒットしちゃうんじゃないかな。クリーンヒットいいマシンで捉えたみたいヒットしちゃうと思うので。確かに、うん、そういうのってさ、対策でもうお金出して上に行くってことはできるみたいですから。あ、そうですね、そういうインターネットのね、もうそうそう、はい、広告料として。そうだよね、だからそれがね一番上に出てきてるから一番人気あるとかいいクリニックっていうわけではないんではないから。自費と保険の違いってこれ難しくて、もうドクター次第っていうところもあるんだよね。例えばほくろとかって正直別にこれ難しいんだけど、あの命に関わるようなやつとかはやっぱりその保険適用、基本的には悪性腫瘍とか、うんうん、で美容っていうのは、まあ、命には関わらなかったりとかだから、うん、まあ、基本は美容とかって自費だけど、うん、ほくろとかってその例えば皮膚科とかに行って、まあ、その医者がこれも悪性の疑いがあるって判断したら別に取っていいは取っていいんだよね、うん、なんかそれってもう正直もう医者次第、はいはい、その本当に手術が今すぐ必要なやつって新生包茎とか火星包茎の中だともう関東包茎って言って、はい、気筒の下でお顔の下でもう首が締まってるような状態、うん、もうこう本当は新生包茎みたいなギュッてなってるのに多分もう向いちゃったのか、うん、こういう風に皮がめくれてきてしまって、うん、ここでもうギュッてなって、うん、もうこっちの上がもう血流がいかなくてめちゃくちゃ苦しいみたいな、うん、もうあの青白くなってるっていうような状態はもう即手術しなきゃいけなくて、うん、本当に必要な時はもうそれだけ、うん、まあ、新生包茎は保険適用できるんで、まあ、それ以外は本当は手術って別に必要なわけじゃないけど、それでも見栄えを気にするんだったらそういう慈悲のところ行く、うん、まあ、ちゃんとその自分が納得できるまで理解して、まあ、お話聞いて、まあ、分かんないところは質問してみたいな、そういうのを気をつけてください皆さん。ということでこの動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの。